燕社建築設計の永井です。まあ、やっぱり一番この大きさにすごいびっくりしたのと、すごいよく作ったなっていう感想ですね。あとやっぱり今回その建物プラス公園ということで、その公園 のフラットさが、いわゆる模型の素材が段ボールだけっていうところで、そのフラット感が出てて、すごい良いなと思いました。さっきもちらっと言ったんですけど、やっぱり公園って いろんな世代、男性も女性も年齢的にもいろんな人が自由にいろんなことできる場所で、すごいフラットな場所っていうところがやっぱり一番魅力ですね。はい、共同の可能性というか、そのやっぱりいろんな意見とかいろんな案が出てきて、その時にやっぱりいかに変われるかだと思うんですよね。その、建築建物がこれでもう決まってますじゃなくて、それに対していかに柔軟に対応したり変わっていけるかっていうのが、これからのなんか建築というか新しいかなと思います。活動というか、その今見てて思ったのは、その各それぞれがこういうことをやりたいアクティビティがこう点在してるじゃないですか。それがせっかくみんな集まってるんで、それをなんかこうつなげるような、こっちではちょっとこうキャンプしたい、こっちではなんかちょっと本を読みたいっていう人、それぞれで分かれて、もちろんそれぞれで皆さん没頭してていいんですけど、せっかくだったらなんかそれをつなげるような、なんかそのつながるようなソフトなのか、ハードでやるのかあれなんですけど、そういう部分があるといいなと思いました。